演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちらミスタードーナツのさつまいもと芋けんぴとハロウィンドーナツ何種類4つを食べたいと思います。ポンデリングのハロウィンドーナツ今年も来ました。綺麗ですね、可愛いですね。今年ポンデリングのやつは以前に似たようなものを食べたことがありますので、今年は除外していますが、早く食べたいですね。それでチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。まずはこちらのさつまいもの芋けんぴからいただきます。残りのさつまいもは去年も食べたことがあるんですけど、今年はもうカリカリしそうですね。では、芋けんぴは芋けんぴのさカリカリとした食感がドーナツのしっとり生地とよく合っていて、去年食べたさつまいもドーナツのどれよりも美味しかったですね。これ去年全然欲しかったな。まあ今年去年ではなんで出てるんですけどね。これが一番高くて、これはこちらの点数させていただきます。そしてこちらのハロウィンドーナツ、まずピンクミイラは割とシンプルなストロベリーにチョコレートが来てじわっと甘酸っぱく変わってきましたね。ホワイトチョコはあんまり感じなかったので、ちょっと包帯は弱いかなっていう気がしたので、もうちょっときつく締めた方が良かったかもしれないですね。というわけで、こちらも点数をさせていただきます。このチョコミントについては先ほど見ましたが、こちらので、こちらのバタバタコウモリ、まあ、自分はコウモリは本当嫌いなんですけど、ゲーム実況動画でバサバサとか、マリオでバサバサとか登場すると言ってることですけどね。でも、このコウモリは、チョコレート生地の辛さ控えめな食感と紫芋の優しい甘さが見事にマッチしている特殊な紫芋もしっかり味付けされているのが良かったですね。このコウモリなら集団できてもいいかもしれないです。というわけでこちらも点数をさせていただきます。そしてびっくりゴースト、これちょっとびっくりするぐらい、本当にびっくりするぐらい表面にココナッツか何かチョコレートか何かのトッピングがされてあって、食べるためにボロボロ崩れ落ちますね。なので、その食べづらさにもちょっとびっくりさせられました。さっきと違う食感楽しみなんですけど、食べづらさは否めないので、こちらも点数させていただきます。そして最後のこちら、黒猫フレンチ。これは、もう見た感じ、今まで飾りがついてるだけのフレンゼルフレンチですね。だけっていうのはちょっと言ってもおかしいんですけど。なので、もう一パンチ何か欲しかったかなという部分があります。飾りがあるとちょっと食べにくい部分も出てきてしまいますね。これもこちらのテストさせていただきます。まあ、美味しく終わったんですけど、この中でこのコウモリが一番良かったですね。もうハロウィンドーナツ、もうこれ4年ぐらい連続で食べてるんですけど、毎年新しいの出てますね。もう恒例行事になってるのかな。この調子でどんどん出てきてほしいですね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。